台のトラフィックアップデート、日本道路交通情報センターの大曽根さん、お願いします。はい、高速道路は東北道路上りが事故のため渋滞しています。東北道路上りは月白岡山町付近でタンクローリーなど車6台の事故のため11キロ渋滞しています。この事故の影響で県央道の外回りは月白岡ジャンクションで7キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の下りは船橋料金所付近で2キロの渋滞です。東京湾の港内に渋滞しているところはありませんが、強い風のため多数部分の最高速度は40キロに制限されています。須賀市関東道と立山道に渋滞しているところはありません。風力発電機の機材輸送のため都で鴨の起こしは明日1月16日の午前1時から午前3時まで全線通行止めになります。ご注意ください。一般道路の状況です。国道357号線は市川市塩浜を先頭に習志野市方面に向かう東行きが3キロ、西行きが1キロの渋滞です。国道296号線の上りは船橋市習志野台湾入り口で1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。大曽根さん、ありがとうございました。 AFM トラフィックアップデート、次は6時38分頃にお伝えします。